スノーマンのラウールが9月2日に埼玉スーパーアリーナにて開催される第37回マイナビ東京ガールズコレクション2023オータムウィンターに出演する。6月に20歳の誕生日を迎えたラブル、彼がティーナベージュコレクションのランウェイを歩くのは今回で10回目となる。そんな今回のステージテーマはトランスポートセンダンス。出演発表に際してこのテーマに沿ったラウールの撮り下ろしビジュアルが公開された。ビジュアルでは鮮やかなブルーの衣装に身を包んだラウールが前を見つめている。カトゥーンの上田竜也さんは8月29日自身の INS ディアグラムを更新、スノーマンのラウールさんを倒したことを報告しました。上田さんはついにパジャニーズの倒し方の原点モデルポーズの練習してるラウールちゃんに遭遇と綴り、写真を3枚載せています。1枚目は集中してるところを挨拶代わりに後頭部に奇襲の一撃打と、上田さんが後ろからラウールさんを襲撃する姿。2枚目は何が何やらパニックになってるところを顔面にハイキックでとどめと、上田さんがラウールさんの顔に蹴りを入れる姿です。2枚とも迫力のある写真で驚きます。3枚目は見事に倒したラウールさんを上田さんが担いで歩く姿です。今夜はごちそうだぜとのこと。コメントでは、ラウール持ち上げるのすごすぎる、よく持ち上げられたな、上様の身体能力がすごすぎないかい、めっちゃ飛ぶじゃん 3W、 うわぁ、めっちゃリアルな倒し方できましたね、身体能力が高すぎてる、上田くんマジで力持ち、躍動感がすごすぎるなど驚きの声が多数上がっています。上田さんは3月にも骨格ショットを公開、その時はスノーマンの目黒さんが対象に。次回は誰を捕獲するのか楽しみですね。